どうも、つやです。マーケティングや経済学を勉強し実践している中で、実際に施策に落とし込んだ時に割と定石通りいかないことが多いなと実感することもあるかと思います。これは人間の行動が合理的でないところが原因として大いにあります。日常でビジネスをしていて、私たちは常に合理的であることを前提している点に関して疑問を抱いたことありませんか？伝統的な経済学においては、たとえ不合理な選択をしたとしても、市場原理の力が働いて合理的な選択に押し戻してくれるのだそうです。でも実際にはそうじゃないよねってことが本社の趣旨です。このことを知っているか知らないかで、マーケティングの成否が大きく変わってきます。なぜマーケティングで使用できるのか、それはこの不合理がパターン化されているからです。実際の私たちは不合理なだけでなく、予想通りに不合理なんですね。私たちはいつも同じように不合理に行動し、それは何度も繰り返されるわけです。本書の著者は行動経済学の第一人者です。人はなぜ分かっているのに同じ過ちを繰り返してしまうのか、不合理な選択をしてしまうのかを実験によって紐解いていくことで、実際のマーケティングやビジネスに活かしていきましょう。相対性の真実、これは人は相対的にしか物事を判断できない。イケメンの中の私というのは、例えば合コンなどでイケメンの集団に入ると私はブサイクに見えます。しかしブサイクの集団の中に入るとイケメンに見えてしまいます。相手はあなたを比較対象と比べて評価するので、周りの集団によっては私はイケメンにもブサイクにもなります。もう一つの事例として、雑誌の購買促進を挙げましょう。ウェブの年間購読料が$59、印刷版の年間購読料が$125、印刷版とウェブ版の年間購読料が$125。注目すべき点は2と3が同じ価格である点です。この提案は Web 版だけの購読を選ばせず、 Web 版と印刷版のセット購読を選ばれるように設計されているんです。人間は物事を絶対的な基準で決めることはなく、他のものと相対的に優劣をつけ価値を判断するようになっています。すなわち意思決定は相対的で選択をするんですね。このような手法は巷にあふれています。アンカリングの罠。アンカリングとは、初めに提示された情報が今後の決定に影響を及ぼすことを言います。前に価格設定の動画で説明しましたね。通常価格が15,000円ですが、今だけ限定で15,000円が9,800円となっていた場合、最初に提示した金額よりも安い金額を提示すると、消費者は安いと感じてしまうんです。従来の経済学は、売り手の売りたい価格と買い手の買いたい価格の一致で値段が決まるとしています。ですが、実際には払っても良い価格は簡単に操作できるんです。さらにある商材について、最初に見た価格が同一商材の比較検討に影響されることになります。例えば、テレビが3万円だとしたら、そのテレビの価格をベースに他のテレビの金額の高を考えるようになります。3つの不合理。1つ目は、自分がすでに持っているものに惚れ込んでしまうことです。愛着を持ったものは、実際の価格以上にその価格を評価する傾向があります。例えば、手に入れがたいチケットを40ドルで買ったとします。これを売ろうとしたら200ドルくらいでないと売れないということです。2つ目は、手に入るものではなく失うものに注目してしまうことです。いつか着る、いつか使うと思って、なかなか家のものが捨てられないってことはよくありますよね。同じ金額を手に入れる喜びよりも、同じ金額を失う悲しみの方が2倍強くなるんです。3つ目は、他者も自分と同じ視点で考えると思ってしまうことです。自分が愛着を持っているものを、相手も同様に愛着を持つと考えてしまう傾向があるんですね。買い手であれ、売り手であれ、取引の相手先が自分と同じように世界を見ているわけではないと想像するのは難しいです。これを利用したマーケティングは、お試しキャンペーンや試乗キャンペーンなどですね。無料による判断の狂い。無料になると、人は自分が欲しいものではないが、実際よりも価値があると思う傾向があります。大抵の消費取引には良い面と悪い面がありますが、何かが無料になると、私たちは悪い面を忘れ去り、無料であることがトリガーとなって、提供されているものを実際よりもずっと価値があるものと思ってしまうんですね。無料だったら金銭的なリスクがないとか、心理的にもハードルがずっと下がります。 Amazon の一定額以上で無料配送というサービスがありました。これにより2冊目の本を買う人が増え、売上が増えたんですが、フランスだけは伸びなかったんですね。調べてみると、フランスでは送料が1フランだったため、売上が伸びなかったんです。これを無料にしたところ、フランスでも他国同様に売上が伸びたそうです。カロリーゼロ商品も同様ですね。カロリー1キロと書くよりも、カロリーゼロの方が圧倒的に売れます。つまり2セントと1セントの違いは大きいんですが、1セントとゼロの差は莫大であると考えられます。その商品がどうあれ、顧客を増やしたいならまず無料というところでしょうね。思い込みが意思決定に影響される。これはプラシーボ効果は、顧客が感じる価値を高めるということです。人は予想した側面しか見ない傾向があるということですね。例えば、高級料亭に行ったら良い素材を使っているに違いないとか、一流のバイオリニストが街角で弾いてるはずがないとか。これに関して著者はちょっとした実験を行っています。ビタミン C を痛め止めの新薬として投与実験しました。1錠2ドル50セントの高い薬とした場合は、全員が効いていると判断しました。1錠10セントとして投与した場合は、効いている人は上記の半分だったといいます。
広告でこれをやってはいけませんが、結局のところサービスの質や満足度は金額の高さ、サイトの綺麗さ、デザインの美しさに左右されるということです。社会規範と市場規範、これは社会規範とは人間関係で動くことで、市場規範とは金銭的なつながりで動くことです。ここで注意したいのは、社会的規範に市場規範を持ち込むと二度と元に戻らないということです。イスラエルの託児所の事例ですが、あまりにも園児のお迎えに対して遅刻が多いので、お迎えの親が遅刻したら罰金を導入したところ、かえって遅刻が増えてしまいました。これは罰金が免罪符になった結果です。そこで罰金を撤回しましたが、さらに遅刻が増えてしまったんです。マーケティングに置き換えると、報酬が発生する施策として、口コミが何々円割引や〇〇円キャッシュバックといったのが市場規範です。この施策には市場規範が働き、〇〇という作業に対して報酬が見合うかどうかユーザーが判断します。報酬が十分魅力的な場合は多くの期待する行動、ここでは口コミをしてもらえると思いますが、ユーザーが期待する報酬でない場合は効果を発揮しません。社会規範、市場規範は日常至るところで適用されます。これの作用をよく注意しないと、マーケティング施策が意味をなさないこともよくあります。行動経済学の一端として紹介された本書、これをマーケティングに応用していきましょう。マーケティングは顧客を知ることです。顧客を知ることは最終的には心理学的な要素に行き着くかもしれませんね。